6.3世は日本の義務教育制度を表す言葉。日本の第二次世界大戦前の学校教育制度では、6年生の尋常小学校を卒業した後、進学を前提にするなら5年生の旧正中等教育学校、就職内誌家事手伝いを前提にするなら2年生の高等小学校に進学した。これは1941年に、 国民学校に再編され、6年間の初等化、2年間の高等化とされた。敗戦後、新しい学校教育法のもとで、義務教育は6年生の小学校の後に3年生の新生中学校が加えられた。ただし義務教育期間は年齢によって定められた9年間であり、小学校の在学時期によっては中学校の義務、教育期間が3年ではない場合もあるが、 年齢主義による新旧制度が普及しているため、多くの場合で留年を経験せずに6年間3年間となっている。しかし、学校教育法が制定された1947年と比較して子供ははるかに早熟化しており、また、わずか3年間では腰を据えた中学校教育ができないとの批判もあり、中高一貫教育の試みなど、現代の社会状況に符合した。 教育制度の改革が各地で実践されている。加えて6.3世の目的には、旧正中学のエリート化を解消するというものがあった。しかし中学受験ブームにより、なし崩し的に戦前への逆戻りも起こっている。現実として、東大合格者ランキングは、都立高校から中高一貫校に変わってしまった。高二で終える中高一貫カリキュラムは、大学受験で、 圧倒的に強い。なお、韓国でも6.3世が採用されている。連邦制の米国では、連邦教育法はあるにせよ連邦が定めるのは基本的概要であり、就学年齢、義務、学校などは各州の州教育法によって定められている。しかし、日本が戦後教育改革の手本としたアメリカの学校教育システムでは6.3世を、 継続している州はほぼ皆無となりつつある。西洋の6.33世の発想は、12新法の一単位である12年を半分に切って6.6と分け、中等教育をさらに半分に割って、前期中等3年、後期中等3年にしただけの12という一単位を半分にし、それをまた半分にしたというだけの区分けであり、児童生徒の習熟度や、 成長過程を考慮したものではない。また、12年一巻教育概念であるため、基本的に、卒業とは12年生修了を指し、小学校の卒業や中学校の卒業という概念はないよって児童生徒にとって、小学校から中学校への進学や中学から高校への進学は、校舎を変わった新級に、近く、呼び名も投資で7年生、8年生、 12年生と呼ばれ、小学5年生、中学2年生、高校3年生という呼び方はしない。校舎の学年割は、週内の各教委の独自性に任せられているが、ここ十数年で、高校は全国的に4年生が主流で定着し、それに伴い、小学校4年生や5年生が多くなっている。5.34、あるいは6.24教委によっては4.44という、 システムをとっている教威もあり、同州内で A 氏は5.34で、隣の B 氏は6.24ということも珍しくはない。なお、6.33制度の解体によって、前期中等教育高校期中等教育校という概念も名称もなくなり、中学をミドルスクール、高校を単にハイスクールと呼ぶ。ありがとうございます。